この後どうなるんですか？パリオリンピックは7月24日から競技が始まり、8月11日まで32競技329種目が行われた。世界中のアスリートが夢を追い栄光を目指す祭典オリンピック。4年に一度感動の物語が生まれるこの舞台は、見る者を熱くさせ感動させる。今回も連日熱いドラマが繰り広げられていた。そこで今回はオリンピックやスポーツに全く興味がないことを公言している社会学者でコメンテーターの古市憲寿氏の目を通して、パリオリンピックはどうだったのか振り返ってみます。グッとくる話を聞いても、内閣府の調査などをもとに古市氏は現代における若者の生活満足度が高い一方で、悩みや不安がある若者も増加しているとして、将来に希望を持てないからこそ今に幸せを感じるという現象が起きているのではないでしょうかと述べているが、日本の若きトップアスリートは少し違うようである。古市氏はパリ五輪スケートボード男子ストリート決勝を制し、東京五輪に続く連覇を達成した堀米雄斗選手とプライベートで交わした会話を明かした。古市氏はパリ五輪のグッときた場面について、グッとは来ない、すごいなと思うとしつつ、堀米くんの優勝のシーンと回答する。その堀米の出場するスケートボードのストリートは階段やレールなどが設置されたコースで、45秒の間に何回も技を繰り出すランを2回、一発の大技で勝負するベストトリックを5回行った上で、得点が高かったランとベストトリック2つを合わせた3つの合計点で順位を競う。決勝は前半のランでアメリカ選手2人が高得点をマークし、堀米が4位で追う苦しい展開となった。後半のベストトリックは1回目に堀米が 94.16 と高得点をマークしたが、アメリカの2人の選手が安定した演技を2本まとめた。一方、堀米は1回目の演技のあと3回続けて失敗し、最後の5回目を迎え崖っぷちに立たされた。ここで堀米は270度回転してボードの後ろ部分をレールに滑らせる起死回生の大技を見事成功させて、今大会の最高得点となる 97.08 を叩き出し、逆転で2大会連続となる金メダルを獲得した。堀米は、ここまで来るのに本当に諦めかけたこともあった。予選シリーズの第一戦が終わった後にオリンピックに行けるかもわからない状況だった中で、1% の可能性を最後まで信じてやったことが実ったのですごく嬉しいとほっとした表情で話した。大逆転した場面については、音楽をかけないで自分に集中できるようにして練習してきたことを出そうと思った。自分だけではなく家族やファンの応援が鍵になった。逆転で優勝を決められて本当に嬉しいと喜びをかみしめた。古市氏はそんな堀米に対し、堀米くんと何人かで会ったことあるんですけど、その時に怖いかどうかっていう話になったんですよと話し始めた。 MC の中井雅宏が、背負うものとかオリンピックのプレッシャーと問うと、古市氏は、競技としての危険ですねと回答する。古市氏は堀米と会った時のことを話し、競技として怖くないのって聞くと、堀米は、実はこの競技は皆さんが思うよりもずっと危険だと答えたという。中井が、ずっと危険なんだと話すなど驚きを隠せない中、古市氏は、ずっと危ないことを僕たちはやってるって。だから堀米くんは普段の練習もほとんどが基礎的なことをやってる。危ない技の練習は本当にちょっとしかやらないんです。それぐらい危ないことをやってるんだと説明した。その上で、危険だってことをすごい分かってて、だからこそ毎日ちゃんと生きて幸せに一日がちゃんと終わる、それだけで嬉しいみたいなことを言っててと堀米の名言も明らかにした。それに対し、東京オリンピックの開会式の映像に出演したこともあるタレント劇団一人から、そんないい話本人から聞いてグッと来ないの、信じられないんだけどと突っ込まれ、中井からも、いい加減にしてほしいと責められると、古市氏は苦笑いを浮かべていた。そしてパリオリンピックは見るものをぐっと引き寄せるシーンも数多くあった。古市氏の反応はというと、古市憲寿氏の耳を疑うある一言、レスリング男子グレコローマンスタイル130キロ級で41歳のキューバのレジェンドミハイン・ロペス・ヌニェスが、
年齢を感じさせない圧倒的な強さを見せつけ6対0で勝利した。2008年の北京五輪から近代オリンピック史上個人競技では初となる5大会連続の金メダルを手にして会場を大いに沸かせる。この記録がどれだけすごいかというと、オリンピックの同じ個人種目での4連覇は陸上男子走り幅跳びのアメリカのカール・ルイスなど複数の選手が達成しているが、5連覇の達成はロペス・ヌニエスが初めてのことだ。試合終了後、ロペス・ヌニエスはマットにキスをして感謝を伝えると、おもむろにシューズを脱いでマットの中央に置いた。ロペス・ヌニエスは、5連覇という目標を達成するまで長い競技人生の間には多くのハードルがありました。成し遂げられて嬉しいですと喜びを表明し、靴を脱いだ意味については、戦いは終わった、レスリングは引退ですと話した。この偉業を成し遂げた直後のまさかの引退に、客席からは大歓声が沸き起こった。日本の SNS では、キューバのロペスさん、山口百恵さんみたいなど、日本のレジェンドアイドルに例え大偉業をたたえ引退を惜しむ声もあった。年配のレスリングファンにとっては、ロペス・ヌニエスのマットにシューズを脱いだシーンは1980年、伝説の歌姫山口百恵が日本武道館で行われた引退のさよならコンサートで、アンコール曲のさよならの向こう側を歌い終えると、ステージに静かにマイクを置いたシーンをダブらせたようだ。この感動的なシーンに対しても古市氏は、靴を脱いでこの後はずっと靴下でどこかに行くんですか、いつ靴を履くんですかねと素朴な疑問を述べていた。ここまで来るともはやならではとしか言いようがないが、社会学者の古市氏は他にも今回のオリンピックで疑問に思うこともあるようで、それでも古市憲寿氏の素朴な疑問、サッカー女子のなでしこジャパンはグループリーグ初戦で世界ランキング1位のスペインに1対2で逆転負けし、黒星スタートとなる苦しい展開に。後がない日本代表は第2戦も強豪のブラジルと対戦。序盤からブラジルにボールを持たれる展開が続く中、後半11分、ブラジルにカウンター攻撃でディフェンダーの裏のスペースを突かれてゴールを決められ先制を許した。リードされたまま迎えた試合終了間際、なでしこに奇跡が起こった。途中出場の19歳谷川桃子がドリブルで相手のハンドを誘い、この試合2回目のペナルティーキックを獲得すると、キャプテンの熊谷紗希が冷静に決めて土壇場で同点に追いついた。さらにその4分後、谷川が相手のゴールキーパーが前に出ていたのを見逃さず、頭上を超える絶妙なロングシュートを決めての大逆転勝ちに終わった。迎えた最終戦、決勝トーナメント進出をかけ、なでしこはアフリカの強豪ナイジェリアと対戦した。1勝1敗の勝ち点3のなでしこジャパンは、引き分け以上で決勝トーナメント出場が決まるという状況に。開始直後から有利に試合を進めていたなでしこだが、チャンスはあれど得点につながらない場面も。しかし前半22分で先制ゴールを決め一歩リードし、さらに32分にも追加点が入る。42分にナイジェリアに1点を返されたものの、アディショナルタイム4分に日本のフリーキックで1点入れ、2点差で前半を終えた。後半では追加点こそ入れなかったものの守りきり、日本の2大会連続で決勝トーナメント進出が確定し、次戦は宿敵アメリカとの対戦になった。そこでパリ五輪で快進撃を続けるなでしこジャパンの活躍に、古市氏は今後について疑問を述べていた。司会者は次のアメリカが、古市さん結構なライバルですよと問いかけると、古市氏は、僕が詳しくないからかもしれないんですけどと前置きをしながら、なでしこジャパンにしても体操にしてもオリンピックとか大きな大会の時は騒ぐじゃないですか。オリンピックが終わったらみんな結構興味がなくなるというか、あんまりニュースにならないことも残念ながら多い気がするんですよと素朴な疑問を口にした。それには司会者も、確かにリーグ自体もあんまり盛り上がっていなかったりしますよねと一定の理解を示すと、古市氏は、だからオリンピックが例えば終わった後とか、これでなでしこに興味を持った人とかはどんなことをすれば選手とかチームとしては嬉しいですかと元なでしこジャパンの岩渕真氏に質問する。それに対し岩渕氏は、今日本でプロリーグ WE リーグというリーグがあるので現地に足を運んでほしいなと思いますと呼びかけた。
そして8月3日の決勝トーナメント準々決勝、なでしこは前の試合から先発メンバーを5人入れ替え、コンディション不良でベンチ外となっていた藤野あおばが復帰したほか、前の試合でフリーキックを直接決めた北川光などが名を連ねた。試合は序盤からフィジカルで勝るアメリカに押し込まれる展開となったが、日本は守備陣がボールを持つ相手に体を寄せて決定的な場面を作らせず、0対0で試合を折り返した。後半に入るとなでしこも司令塔の長谷川唯を起点にしてボールを持ち込み、ゴール前で何度かチャンスを作ったが、シュートの決定力を欠いて両チーム無得点のまま延長戦に入った。延長戦でもなでしこは集中力を切らさず組織的なディフェンスでアメリカの攻撃を防いだが、延長前半のアディショナルタイムにロングパスを受けたアメリカのトリニティ・ロドマンに左足で豪快なシュートを決められ先制点を許した。その後なでしこはフォワードの千葉で皆などを投入して攻勢に出るが、ゴール前でプレーの精度を欠いて得点につなげられず、そのまま0対1で惜しくも敗れた。なでしこは2012年のロンドン大会以来3大会ぶりの準決勝進出はならず、池田太監督は選手たちは最後まで戦ったが、ハードワークに報いる結果ではなくて本当に残念に思う。過密日程と怪我人や体調不良などいろいろな要素がある中、選手たちはしっかりファイティングポーズをとってくれた。ベスト4、メダル獲得には足りない部分があるので、未来に向けてやれることを続けていきたいと話した。またキャプテンの熊谷紗希はアメリカを相手に延長戦の末、敗れた試合について、結果が全てなので悔しさしかないと振り返り、試合前キャプテンとしてメンバーにどんなことを伝えたかと聞かれ、苦しい時間は絶対ある、その中で自分たちが耐えたら必ずチャンスはある、最後まで諦めないでやっていこうと伝えた。最後の最後までチーム全員で戦えたことは誇りに思うし、チームメイトに感謝したいと話した。その上で、もっともっと世界で戦うなでしこジャパンを見せていけるように、これからも女子サッカーの未来のために全力を尽くしたいと涙をこらえながら語った。そして8月10日、女子サッカーの決勝戦が行われた。延長戦の死闘の上、日本を破ったアメリカが勢いのまま、グループリーグで日本に負けたブラジルを1対0で破り、5度目の金メダルに輝いた。アメリカの優勝は2012年ロンドン大会の決勝で日本に2対1で勝って以来3大会ぶりのことだ。 SNS 上では、改めてなでしこジャパンの奮闘を改めて称える声が上がった。日本がグループリーグで勝ったブラジルと準々決勝で負けたアメリカの対戦、メダルに近い位置にいたんだよな。全然なでしこも金メダル狙えたよな。ブラジルに勝ち、アメリカと120分の死闘、俺はなでしこを改めて誇りに思う。ありがとうなでしこジャパン。ブラジルもアメリカも強いな。なでしこ、この両チームにどうやって甲子園演じたんだっけ。決勝を戦った両チームとの差は大きくないと感じたファンが少なくなかったようだ。これでパリオリンピックの熱い戦いは終わったが、古市憲寿氏の胸に去来するものは何だろうか。今後の発言からも目が離せない。